召喚に応じ、参上しました。ジャンヌです。今回はバカンスアーチャーだから、堅苦しいことは言いません。夏休み、楽しみましょうね。クエストに出発です。イルカたちも待っていますよ。はい、ルーラーの時と同じです。ただし、夏の時期は私が引っ張ってあげますから、文句言わないでくださいね。マスター、どうしました?夏を感じに来ましたか?あ、冬?冬はダメですよ、冬は!オルタ、オルタ!まったくもう、姉として、その天の邪くっぷりは見ていられません。私知ってますよ。ツンデレって言うんですよね。え?その概念はもう古い。最新では?アンさん、メアリーさんとお仲間です。私も今や、海の女なのですよ。それなら、一緒に黒ひげさんを倒しに行こう?はい、お付き合いしますね。皆さん、あの子の漫画の件でお世話になっています。いろいろと大変でしょうが、本のために、まずは頑張りましょう。あなたも水着?いえ、あなたこそが水着王。ならば、私は海のしもべとして、あなたと健全なライバル関係を築きましょう。好きなこと?この霊気に変化してからは、イルカと戯れることでしょうか。クジラともたまに戯れます。大きいことはいいことです。嫌いなもの、といえば、やはり冬ですね。クリスマスも水着でお祝いしましょう。聖杯ですか。では、海を召喚しましょう。いついかなる時でもオーシャンを呼び寄せ、世界を海水で満たすのです。イベント開催中ですよ。さあさあ、張り切って参りましょう。こんにちは、マスター。今日もいい天気ですね。一緒に泳ぎませんか?霊気が変質したことで、私の心にも変化の兆しが見られます。そう、率直に申し上げて、私は今、夏に浮かれています!今日も快晴です。どうですか、マスター?夏属性の素晴らしさがわかりましたか?善悪を超越した夏の夕焼け空の海もいいものですね。さあ、マスター。私、今から波打ち際を走りますから、捕まえてくださいね。楽しいですね、マスター。夏が終わっても、どうか私のそばにいてください。そうすれば、いつでも私の気分は夏模様です。変身!バカンスバージョンから知的サーヴァント女子をアピールです。あ、こちらはイルカのリースです。よろしくお願いしますね。ふふん、ここまで来たのだから、もう少し上げてみましょうよ。ね、ね。3段階目。イルカのリースは天使となり、私も可憐なるプリンセスバージョンに。あ、マリーの服を参考にしたんですよ。田舎娘でも、こんなにお姫様っぽく。ありがとうございます、マスター。でも、これで夏が終わったわけではありませんよ。いつだって必ず夏はやってくるのです。ですからこれからも末永くよろしくお願いしますね、マスター。
素敵です。さあ皆さん、この夏を思い切り楽しみましょう。エンジョイ&エキサイ。何でもありません。頑張りましょう。こちらですね。私のイルカは勇敢ですよ。頑張ってね。内緒ですよ。ええ、一息入れましょう。では行きましょう。眩しいですよ。とっておきのクルーズを。みんな集まって。内緒ですよ、内緒ですよ。それ、せーの、飛んでけ。割と迅速にイルカ遊撃隊援護を。キャッチ&リリース。さあ、行きますよ。聖女より大いなる海の恵みをお届けです。ホップステップグレイトオーシャンでオセアンダレグレス。ショータイム。青い空、エメラルドの海、そしてたくさんのお友達。エカヒ、エルア、エコル。みんな、受け取って。でオセアンダレグレス。あいたたたたた、ちょっと辛いです。あいた。日焼けがきつくて、撤退しまーす。ルーラー時代の防御力だと、勘違いしてました。とほほ。勝利、勝利、大勝利。これもイルカさんのおかげですね。多分。やりました。妹たち、見てますか？V！ ハイロー、展開。光よ、ひそやかに。夏のイルカサマー。きらめき、重なり。リース、ホーリーレイ。主よ、このバカンスを捧げます。我が祈りをここに。落葉に教習を。体芸に典型を。無垢なる天使よ、海に来たれ。でオセアンダレグレス。聖なるかな、光の海、清らかな歌よ、喜びを。見つかいは天に帰る。でオセアンダレグレス。聞きません、夏ですから。夏だからといって、行き過ぎたスタイルだったでしょうか。イルカを撃つのでアーチャーなのです。何もおかしくはないのですよ。このドレスは平和の結晶。そして平和とは、時に厳しいものなのです。